オデッセイマリーンエクスプロレーションは深海に沈むナンパ船の引き上げを行っている企業である。2003年、オデッセイは南北戦争時代のナンパ船 SS リパブリックを水深1700フィートの海底から引き上げ、5万枚の高貨と14000点の物品を回収した。オデッセイは世界中にいくつものナンパ船プロジェクトを抱えており、 それぞれ様々な進行状況にある。その中には、コード名ブラックスワンプロジェクトと呼ばれるものも含まれる。オデッセイは、ナスダック証券市場でオメクスというシンボルで取引されている。海洋探査の主力となる船舶、オデッセイエクスプローラーグレゴリーシュテム、創設者権最高経営責任者1988年から2001年にかけて、 オデッセイ・マリーニ・エクスプロレーションは HMS ・サセックスを探索したが、現在それは、ジブラルタル沿岸の水深1000メートルにあると考えられている。それは、大同盟戦争中の1694年に、嵐で沈没した船で、フランスに対抗すべく、サボイ港、ビットーリオアメデイをオ2世への中誠を示すための10トンの金貨を運んでいた。2002年10月、 オデッセイは潜在的な発掘品の共有に関して英国政府と合意に至った。それは4500万ドル以下の場合は80%、4500万ドルから5億ドルの場合は50%、5億ドル以上の場合は40%をオデッセイが残りを英国政府が得るというものであった。2003年、オデッセイは発掘開始の準備を整えたが、 イギリス考古学評議会、レスキュー、野外考古学者協会などの考古学組織と、事前団体からの多くの苦情を受け、プロジェクトは遅れた。それらの団体は、考古学研究者の指導のもとプライベートフィルムを作り、ナンパ戦捜作の危険な前例になるとして、休断した。緊急動議が60人の英国国会議員により、署名されたが、それは、 宝探し競争を非難するものであった。2006年1月、オデッセイは発掘を開始しようとしたが、スペイン当局、特にアンダルシア州によって中止させられた。2006年6月初旬、オデッセイは英国大使館を通じてスペイン外務省に対して、すべての点に関して説明を行った。オデッセイはナンパ戦に関する作業再開の前に、 その計画関する最終意見を待った。その難破船はサセックスと考えられている。2007年3月、アンダルシア州は発掘されるその難破船が実際にサセックスであり、スペインのガレオン船ではないということの確認作業に、スペインの考古学者が参加するという条件のもと、発掘を開始することを認めた。同月、オデッセイは、 ブラックスワン引き上げプロジェクトを開始したが、それ以降、スペインは、オデッセイとのすべての協力を撤回した。2007年3月、オデッセイはナンパ船から17トンの銀貨と少量の金貨を引き上げた。その船は1804年10月5日の軍事行動で、爆破され、沈んだ、ヌエストラ・セニョーラ・デラ・メルセデスと考えられている。2007年5月現在、スペイン政府は、 ブラックスワンプロジェクトによって回収されたナンパ船が国際海域にあるかどうか調査している。もしスペインの海域であれば物品の回収は犯罪とみなされうる。2007年7月12日、沿岸警備隊がヨーロッパの海岸から3.5回りの地点でオデッセイの探査船オーシャンアラートを打破した。沿岸警備隊は EU 宣言協定の下その海域における税関と欧州連合の国境警備に関して責任を持っている。探査船は立ち入り検査のためにアルヘシラスのスペインの港に入るよう指示された。オデッセイの船はパナマでも打破されている。ディスカバリーチャンネルの番組トレジャークエストでイギリス海峡でのオデッセイマリーンエクスプロレーションによる探索が取り上げられた。 ありがとうございます。